いきなり怒らないでごめんね。毎日じゃないけどたまに出る。あ、そうですね。でも食欲はどこは変わりない。うんちもたくさん出てます。うんち、昨日と一昨日が少なかったですね。はい、あ、そうですか。あ、昨日じゃない。一昨日とその前か。昨日はまた200超えてたけど、今日紙持ってくるの忘れちゃったんですよ。その前と10日と11日か、うん、がどれぐらいでした？うんちが。9日と10日です。9日と10日のうんちが150とか180ぐらいで、でも昨日はまた250ぐらい出てます。めちゃめちゃ言ってる。娘で聞く。たまにちょっと笑ってあげて。薄く空いてますね。で、ふわーって空いてます。昨日は200ぐらいで、昨日は、はい、空いてね。でもあの少ない、便が少ない時でも食べるのは普通だ。食べるのは普通。はい、じゃあ今出して。はい、ごめんね、ごめんね、ごめんね。あとは顔見せて、見せて、口の中の色が、まあ一応もうちょっと赤みがかっててもいいんだけど、一応ピンク色では、うん、ピンク色はあるんですけどね、こんな感じです。はい、ちょっと目が下がるよ、ごめんね。よっ、違う、ママね。お薬は飲めます？お薬は飲みます。1日2回の時、はい、1日1回の時、ラキさんに食べて、はい、ラキさんに食べて、あ、ラキさんも煮混ぜてやってください。はい、そうです。内科的治療を続けていきましょう。だからお薬飲ませながら、あの観察ね。今度健康チェック表また持ってきてくださいね。はい。で、あんまりさ、悲観かったらもう外科手術した方がいい。子宮疾患というもの、子宮になんかも普通は出ないわけだよ。だから、はい、子宮、まあ要は子宮に膿がたまるような病気とかね。それからあとは子宮の腫瘍。そういうことがあるんですよね。でもそのよってさ、食欲元気がなくなってからやるとなかなかしんどいんですよ、実は。まあ前さ、薬でちょっと収まったからさ、で見てたら前の時に1週間ぐらいしか飲んでないんだよね、収まっちゃったから。まあだからその陰部から出るのが消えてね、3週間ぐらい飲むんですよ。すごいね、ほってください。はい、じゃあ抗生素を用意して100ミリ、はい、うん、でお腹に当ててください。はい、閉じちゃったね。閉じちゃった。怖いね。いや、閉じてきた。ダメね、苦しい。
薬はこれだよね。うんち2個出ました。はい。こうやって、あの、はい、キモとかエナーとかで入ってる。キモエナーも入ってる。はい。過ぎだね。この前はちゃんとケンケンって泣いてました。ね、この前こうだったもんね。はい、じゃあいいよ。はい、じゃあいいで、代わりで。はい、そうですね。どうしましょう。そのまま抱っこにしますか。待っててね、今抱っこしてもらうと。